はい、どうも、アトゥイス。今日はですね、日曜日に行われます、皐月賞の最終見解をしていきます。一晩考えた結果、こんな感じの印になりました。まあ、正直、迷いましたね。本当にやっぱり、今年の皐月賞は難しい、という話ですね。まあ、一応本命はね、結局変えてサンライズジパングの方にしました。で、対抗がミスター GT、まあ、あとはレガレイラ、新エンペラ、コスモキュランダ、この5頭になりました。はい、ではまずこちらをご覧ください。まず今週のブログですね、日曜日分、皐月賞と裏にね、アンタリスステークスもあるんで、こっちをやっていきます。じゃあ結果はどうなってるんだってお話なんですけども、川崎記念ですね、本命5番人気グランブリッジ、穴馬ライトオーレ1着で、ワイド馬連、見事推奨できましたよと。で、先週の桜花賞ですね、まあ、なんとかね、抑えの馬単のみ、まあ、ツイッターの方でですね、つぶやいて見事、なんとか馬単だけ的中いたしましたよと。で、これすごかったですね。東京スプリント、本命5番人気ジャスティン1着、先出しで、単服馬連的中ですね。まあ、これもね、本当にたくさんのありがとうコメントをいただきましたんで、よかったかなと思います。じゃあ、この紙ブログがどこにあるんだってお話なんですけども、概要欄からぜひお願いします。まあ、いつも通りですね、最終見解はブログの方に載せておきますので、ぜひね、ご登録お願いします。なんと、こちら、無料に、なっております。今日見ていただいた方、概要欄から必ずご登録お願いします。はい、では詳しく解説していきます。サンライズジパングですね、まあ、前回の動画だったかな、まあ、正直枠が良くないと言いましたが、じゃあかといって他にサンライズジパングをしのけて本命にしたい馬が、まあ、見つかんなくて、まあ、正直ねミスター GT とどっち本命にしても良かったんですけど、まあオッズがねこっちの方がつくんで、まあ、サンライズジパングでいいかなと。まあ、これはね何度も言ってるように結局ねこのホープフルめちゃめちゃ不利を受けて、本来だったらもしかしたら勝ちまであったかもしれない内容と、まあ、カゴマステークスはですねちょっととんでもない本当にディープインパクトに次ぐ勝ち方だったんでね、それで、一応帰ってこんな人気ないと。まあ、ただね、やっぱり、まあ、前回の動画でも言ったんですけども、どうかな、外回したら間に合わないでしょうし、まあ、幸いね、ババは、まあ、ある程度フラットなんで、打ちついても、まあ、なんとか伸びそうなので、まあ、ちょっとね、うちにね、本当に前行く馬が多いんで、そこだけですね、だから、詰まらなきゃ絶対にサンライズジパング来ると僕は見ておりますね。はい、って感じです。で、お次がミスター GT ですね。まあ、こっちもね、単純に、まあ、ホープフルは、まあ、不利を受けたというね、どん詰まりになって5着。で、まあ、共同通信杯は展開が向かなくて、まあ、若葉ステークスもね、まあ、着差以上の勝ち方でしたよと。まあ、やっぱりね、予想以上には、まあ、単勝つ売れてますよね。まあ、ああいったことがあったんでってわかりますけど、まあ、ただね、別に馬連とかね、3連携見たらそんなには売れてなかったんで、まあ、だったらミスター GT でいいかなって感じです。まあ、だから、まあ、1番と5番から、手広く流すかなって感じです。で、まあ、他にですね、まあ、今回ね、ミスター GT、まあ、ホープフル5着、サンライズジパング、ホープフル3着ということで、やっぱりね、ホープフル勢を上位にしなきゃいけないと思ってて、ってなったら、まあ、レガレイラですね。まあ、結構ね、不安視されてる方も多いと思うんですよ。僕はね、牝馬でも全く問題ないと思ってて、まあ、前回のね、これホープフル、まあ、ボバ相手にですね、ちゃんと皐月賞と同じコースを勝ち切ってますんで、別に、牝馬だからといって僕は全く割引く必要ないと思いますね。で、鞍上の北村博騎手が結局どこまでやれるんだってお話なんですけども、まあ、なんだかんだでね、先週も、まあ、桜花賞2着まで持ってきたんで、まあ、そんなに不安視するほどではないかなと思います。ただね、頭がどうかって言われたらちょっと難しいんですけどってお話で、まあ、このホープフル、2着の新エンペラーですね。まあ、本当はね、もっと内枠入ってほしかったんですけども、一応ね、まあ、ある程度形、格好はつけてるんで、どうだろうな、本当7枠14番じゃなかったらもうちょっと評価上げたかったのになって思ってて、で、そこでですね、まあいいなと思ったのがコスモキュランダです。まあ確かにね、前走は本当にデムーロ騎手めちゃめちゃうまかったと思います。まあただね、まあ、今回そっからプラスモレイラ騎手になるっていうのがやっぱりどうも不気味で、桜花賞ね、もうステレンボッシュ完璧な騎乗したじゃないですか。あれを見られるとやっぱりね、モレイラ騎手が乗る馬は買わなきゃいけないのかなと思っちゃって、まあ幸いにもね、中山2000の実績は、まあもちろん弥生賞を勝ってるんでありますし、あの新エンペラーをね、倒してるんで間違いなく力はあるんですよ。どう乗るんだろうな、後ろから行くか、まあ、はたまたちょっとまくり気味に行くか、本当その辺がすごい見どころですね。モレイラ騎手の本当腕にかかってると思います。で、まあ、あとの人気馬で印打ってないのが、まあ、やっぱりジャストン・ミラーの相当人気してますよね。ただ戦績ちゃんと見てるってお話で、東京1008と2002回しか走ってないんで、
右回り始めて中山始めて小回りコース始めてこれどうなのって思ってね、僕はジャスティン・ミラーの買うんだったら絶対ダービーですね。まあ、あの瞬発力勝負向きは中山じゃなくて東京向きだと思うんですけどねってお話で、ジャンタル・マンタルをね、今結局どう評価するのっていうのもあるんですけども、どうなんですかね、本質的にやっぱ戦力じゃないのって思ってて、なんだろうな、ちょっと前にいたアドマイヤマーズっていうですね、まあ馬、何年前だったのか、5、6年前ぐらいに言った馬なんですけど、その馬とね、すごい被るんですよ。で、そのアドマイヤマーズっていう馬が皐月賞ね、4着で NHK マイルで勝ってますよね。なんかね、NHK マイルで勝ちそうな馬なんですよね。中山の2000でのがまずベストじゃないでしょうし、なんか川田騎手もね、まあ、先週もね、川田騎手、桜花賞でですね、なんかオークス向きみたいなこと言ってましたけど、会見をね、見た限りそこまで、まあ、今回もね、なんかあんまり自信ありげではなかったと思うんで、まあ、川田騎手はね、素直な方なんで、まあ、それを信じたら、ここでね、ちょっと重い収集打つのは、どうかなって思っちゃいましたね。で、名称タバルですね。まあ、個人的にはですね、今回今、馬場がある程度いいんで、まあ、本当はね、不良馬場になった方がね、前走ぐらいできればいいって考える方も多いんでしょうけども、まあ、何度も言うようにですね、中山、まあ、この2000メートルは道悪になったら、外枠の差し馬、特に差し馬がバンバン来るようになっちゃうんですよ。逃げ馬なんか全然残んないんですよ。だから、名称タバルにとっては、まだ両馬場の方が絶対いいです。間違いなく。まあ、あとはね、中山の2000メートルをどこまでこなせるかなってのが課題なのかなと思いますね。で、まあ、あとね、抑えようかなって迷ったのは、まあ、ダノンデサイルですね。まあ、京成杯をですね、見事に勝ってここに来たわけですけども、やっぱりね、前走はこれ本当は鞍上のファインプレー、まあ、まさにね、中山の横山紀弘ってところを見せつけたんで、どうかな、この G1 でちょっと通用すると思えなくて、で、あとね、なんかビザンチンドリームも結構評価されてる方も多いと思うんですけど、また難しいですよね。まあ、今回本当に大混戦なんで、別に絶対的にいらない馬とかもいないんですけども、どうなんだろうな、中山で結局どうなのってお話ですしね、両馬場だったらね、この8枠はきつくないって感じですね。はい、ということですね、皐月賞はこれで以上になります。まあ、こっからね、ちょっと雑談したいんですけども、やっぱりね、まあ、ここ最近のニュースといえばね、残念な、あの、藤岡幸太騎手がね、亡くなってしまったことなんですけども、まあ、なんかね、ツイッターの方でお前つぶやかないんかみたいなことね、書かれてた方いたんですけども、別にツイッターでつぶやく必要なんか全くないと思ってますし、別に心の中に、いや、しまっとけばいいじゃんってお話、なんでわざわざツイッターでね、感想を述べないといけないんだと思ってて、別にツイッターの中でね、僕生きてるわけじゃないんで、なんかね、それをなんか押しつけがましく、なんかお前競馬関係者だから触れろみたいなことね、なんか書かれたんで、ちょっと意味わかんないなと思って、いやいや別に心の中にね、そういうのはしまっとけばいいと思ってる人間なんで、わざわざね、僕そういったなんかツイッターでつぶやいてなんか好感度上げようとか、別にそういうこと全く考えてないんで、まあもちろんそれは残念に決まってるじゃないですか。え、何、もしかして藤岡騎手が亡くなって僕笑ってるとでも思ってます？そんなわけないですよね。普通に考えてくださいよってお話で。まあ、そんないちいちね、ツイッターでつぶやくことも僕ないと思ってて、まあ、心の中でですね、まあ、ご冥福をお祈りするだけの問題なんで、まあ、それにね、ちょっととやかく言うのは、まあ、僕はどうかなと思いましたね。なんか別に何でもかんでもツイッターでつぶやく必要って僕ないと思ってて、はい、って感じですね。まあ、とりあえずね、皐月賞当たればいいかなと思ってて、まあ、買い目についてはね、ほんとわかんないです。まあ、キリウマもね、特にないですし、まあ、かといって、じゃあ上位人気もね、まあ、個人的にはホープフル組以外はあんま信じられないんで、まあどうかな、本当にまあ1と5、まあ12からちょっと流したらね、点数多くなっちゃうんで、まあ1と5から手広く流す感じになるかなと思いますね。はい、これで以上になります。あとですね、最初にも言ったように概要欄からね、ぜひブログのご登録をお願いいたします。こちら無料になってますんで、ご登録をお願いいたします。必ず皆様に有益な情報をお届けいたします。はい、これで以上になります。ご視聴ありがとうございました。